いね、嬉しい。そう、色は可愛い色にしてもらった。可愛い感じ。そう、これポニーテールもしっかりできます。そう、ポニーテールもしっかりでき、ちょっと思ってたより短くなっちゃったけど、そう、傷んでるところ切ってもらって、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。めっちゃ可愛い、ありがとう。いや、ありがとう。そう、傷んでるところ切ってもらって、そう、この下ろした時に外羽になるところで一番可愛い長さでって言っただからストレートにしたら結構このくらいはある。そう、まだあるんです、実ははい、改めましてイベントありがとうございますの配信です。いや、似合う、かわいい、ありがとう。思ってたより、そう、長いでしょそう、まだ髪の毛でいろいろアレンジできちゃいます。ありがとう、めっちゃ綺麗、本当はありがとうございます。ちゃんとね、綺麗、後ろやったら結構長いかそう、暗くしました、だいぶ。かわいい、ありがとう。そう、けどなんかこれ入れたてだからあれだけど、もうちょっと抜けるね、また。で、ちょっとピンクとラベンダーとベージュです。かわいい、ありがとうございます。天才美容師さんにやっていただきました。天才。イベントお疲れ様でした。綺麗綺麗、嬉しい、ありがとう。ニャンデー、ありがとうございます。そう、なのでこの時間帯になっちゃいましたが、改めましてイベントありがとうございました。みんなありがとう、本当に。このあとインスタライブもしようかなと思っているので、ちょっと今日は早めにショールームの方は切っちゃうんですけど、イベントの結果は9位でしたそう、まあなんだろうな、申し訳ないっていう気持ちもあるんですけど、楽しいっていう気持ちで終われたのがすごい嬉しくて、なんかなんだろうな、イベントをさ、終わった後って大体なんだろうな、なんかあーってなっちゃうのかなって思ったけど、すんごい楽しい気持ちで終われて、それもすごいみんなのおかげだなって思ったし、そうだから本当にありがとうございました。今回はね、まあいい結果、まあ、結果的には、順位の結果的にはいい結果にはならなかったと思いますが、それ以上になんだろうな、私のことを知ってくださった方とか、なんか私の配信見て、青木ってこんな喋るんだとか、なんかこんな面白いんだって言ってくださる方とか、あと毎日3時間みんなとお話できてすごい幸せだったし、なんかなんだろうな、結果よりもそれ以上にいいことが、そうあったから、素敵なことがあったし、久しぶりにみんなのお名前もね、ちょうどイベントの時から解禁になってお名前呼べたりとかして、すごい嬉しかったです。このイベントで知りましたから、ありがとうございます。そう、こういう声をいただけたりとか、いや、もっと好きになったよって言っていただけたり、すごい嬉しかったです。青木は演技のお仕事は、これからもう絶対にやりたいと思っているので、今回はこうファンの皆さんに、そう、イベントっていうのもあって助けていただく、まあなんていうんだろうな、まあ、いつも助けていただいてるけど、まあ、このような形になってしまって、まあ、自分でもちょっとなんだろうな、もっと自分で演技のお仕事を増やしていきたいという気持ちもあったので、諦めずにあの演技の仕事絶対やるので、その時はまた見に来てください。なんだろうな、今回ので私が演技
やりたいんだって思ってくだ初めて知ってくださった方とかもいらっしゃると思うので、そう、それも表せれるような機会になったんじゃないかなって思いますしまあ何よりもみんなと一緒にこう1週間毎日3時間お話できて嬉しかったし、イベント終わった後でありがたいことに、なんだろうな、なんかネガティブなコメントをいただくことが全くなくて、それって正直想像もしてなかったことで、なんだろうな、まあイベントってやっぱ本当にさ、なんだろうな、みんなの時間もさたくさんいただいちゃうし、みんなの気持ちもたくさんいただきますし、まあ、いろんな面でなんだろうな、そう、どっちかが辛くなるっていうのは絶対に嫌だったので、まあそこはその目標は達成できたんじゃないかなって思いますみんなと楽しく1週間を過ごせるっていうことが、そう、青木は叶えれたので、そこはものすごく嬉しいし誇りに思っていますだけど、なんだろう、楽しく配信したいって言ったから、いうのは楽しい1週間にしたいっていう言い方って、なんだろう、結構楽観的に見られちゃうっていうこともあるから、気持ちは本気なんだけど、なんだろうな、なんかこうしんどい気持ちにはお互いになりたくなかったから、青木はやっぱりそういう発信の仕方をしたいなと思ってさせていただいたので、そう、気持ちは本気だけど、それは青木なりに、なんだろうな、なんかみんなと楽しく過ごせるのが一番だから、それを一番に思って考えて選んだ言葉がそれだった。だから決して、なんだろう、もう なんて言うんだろうな、なんて言ったらいいんだろう本気じゃなかったっていうわけではなくて、本気だったけど、本気だけど今も演技もやりたいって思ってるし、それもすごい本気で思ってるけど、イベントに対してのこうやり方を青木は楽しくしたいなって思ってたのでそれを皆さんがこう楽しかったよって言ってくださるのが青木は一番嬉しいです本当に1週間こうね、時間もね、気持ちもいろいろ、なんて言うんだろう、こう1日においてこう3時間ね、いろいろもうみんな青木のスケジュールに合わせてくれたりとか、いろいろ大変だったと思うんですけど、本当に最後までそばにいてくださってありがとうございました、本当にそうそうそう、だから結果的にしんどいとか辛いっていう言葉が一つも出なかったのは青木は嬉しかったです。正直それも覚悟でイベントに出ないといけないっていうのもあって悩むっていう部分がもちろんあったんですけど、だけど青木もそうは思わなかったし、そう、そういうコメントもいただかなかったので、ネガティブなコメントがなかったのでとっても嬉しかったですなので、今年の生誕までには間に合う自信は正直ないんですけれども演技のお仕事をね、まあ、去年生誕祭で演技のお仕事やりたいって言って、あと3ヶ月4ヶ月かな、ちょっと自信はないんですけれども、だけど皆さんにまたいつかこう嬉しい報告をできるように、そう、自分で手に入れられるように、もしかしたらまた皆さんにね、お願いしますっていうことはあるかもしれませんがその時も
楽しい配信をしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとう、このイベントでリカちゃんに出て、嬉しい、ありがとう、嬉しい。演技もバスケもありがとう。そう、バスケのことでまたちょっとみんなに、なんだ、別にそんなちゃんお仕事の話ではないんですけど、青木がただただ個人的なので、そう、みんなにお話したいこともあるので、まあ、それはもろもろいろいろとお見せするものが揃ってからなんかあげたいなと思ってますので、お楽しみに。ハートありがとうございます。マダミステリーの時の演技も好きだったから、演技の機会、嬉しい、ありがとうございます、ありがとう。そして明日は劇場公演です。皆さん、キョピの生誕祭です。ぜひチェックしてください。で、本気になったら、嬉しい、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうね。これからもしな、こちらこそです、ありがとう。スクショタイムします。あリがとありがとうです。皆さんこれをぜひ並べてください。ありがとう、本当に楽しい1週間でした。洗濯物はずっと回ってるんですけれどもね、かわちありがとうございます。そう、ちょっと思ったより短くなったのに、ちょっと青木今ビビっているけど、この長さめっちゃ可愛い。超お気に入りだけど、この長さまで来たらショートにしたくなる。あ、終わりたくないが、ありがとう、ありがとう。明日の名古屋暑いのかな。さっきね、天気予報見た感じだと暑そうでした。そう、暑そうだった、暑そうでしたよ。皆さん可愛さ増し増し、嬉しい。そう、2、3ヶ月美容室行けてなかったから、よし、よし、あれ櫛がないからな。結構短くなった。髪色はもう本当にもう神様って感じ、もう本当にありがとうございますって感じ。そこっから落ちていって、もっと透け感とか出てくるから楽しみ。あ、特会最終日完売おめでとうございます。ありがとうございます、嬉しい。あ、めっちゃ可愛い、ありがとう。そう、皆さん、あの最終日の方が全完売になりました。嬉しい、ありがとうございます。今ね、だけどツーショット会、ツーショットだってツーショット撮影会が、あの幕張イベント、もう少しで締め切り終了、もう終わった、まだだよね、まだあるよね。なので、ぜひツーショット会幕張遊びに来てください。待ってますので、皆さん本当に。ありがとう、ありがとう。このイベントの次の動画で、嬉しい、ありがとう。皆さん幕張次回嬉しい。そう、ツーショット会ぜひ遊びに来てください。青木お待ちしております。そこが一番締め切りが早いんですけれども、スカイエキスポ名古屋の方もございますので、千葉住で、来てよ、来てよ、千葉くん。来てください、本当に。お待ちしております。みんなとお会いしたいです。そう、
締め切りがねございますので、会ってみたいです。ぜひ待ってますお待ちしております。待っておりますぞ。しかもツーショット撮影会は愛のホログラムの衣装とチェリーセブンティーンの衣装を着ます。こちら衣装を着用するの今回ので最後ですし、ツーショット会で衣装を着用するのは初めてです。しかもツーショット会は前半と後半の部で衣装も変えるので、会いに来てください。そしてインスタグラム RIKAOKI_92 フォローお願いします。ちなみに私服はどんな感じなんですか？いつもの青木です。ガチ私服ですなので皆さんお待ちしております。待ってます。新しい髪型の青木にも会いに来てください。これちょっと紫っぽいでしょ、こう見たら。ほら、こう見たらちょっと透け感もある。かわちい今日の夜ご飯はもう食べ、今さっき食べ終わったんですけど、これ美味しかった、美味しかったな。しかもちょうどいい量だった。夜食べ過ぎたくなかったから。そう、今さっき帰ってきたのね。で本当はなんかちょっと違うの食べたかったんだけど、明日ご飯お家で食べないからなんか買うのもなと思って、で今日セブンイレブンさんにしようと思って。これ美味しい。愛のホログラムステージ衣装です。ステージ衣装というかなんだろう、 MV でも出てくるあのキラキラの方です。これえ、けどショックだったのがマカロニ、マカロニじゃないぞ、マカロニじゃないぞマカロンあのきなこ黒蜜トゥンカロンみたいなやつもうなかったよ。もう売り切れてたよ。青木の言ってた、言ったセブンイレブンさん売り切れてたよ。みんな急いで、本当にあれやばいよ。あれ結構そう、トゥンカロンメンバーで結構え、本当にあれさ、なんかカロリーが170-180キロカロリーぐらいしかないんですよ。アイスにしては低い。でプラス何がいいかって脂質が 4. 何分ぐらいしか確かないんですよ。普通アイスって10ぐらいくるんですよね。けど脂質が 4. 何分しかなくて、あの甘さで、しかも炭水化物の量ちょっと多いかもしれないんですけど、多いのかな、けどそれでも普通だと思う、アイスに比べたら。マジでおすすめ。だから普通のアイスを食べるより絶対あれ食べた方が脂質が低いからおすすめ。カロリーも低めだし、すんごい濃厚だし、そうだからお腹いっぱいになる。めちゃくちゃめっちゃあれ1個とアイスで、え、アイスじゃない、もうやばいって今日、あれ1個とコーヒーで結構お腹いっぱいになる。アイスのコーナーにあります。だよね、熱く、そう熱く買っちゃう。そう、あれ本当に美味しい。しかもめっちゃ甘い、甘い、いい感じの甘さ、くどくない甘さ、甘いけどくどくない、おすすめです。きなこ黒蜜トゥンカロンかな、わかんない、マカロンかな、ちょっとわかんない。アイスです。アイス売り場に行ったら分かります。1年通してさ、いろんな3種類のアイスがあるんだよね。そのマカロン型のいちごだったりとか、そう毎回食べてるんだけど、青木今回のはね脂質が低すぎてびっくりした。ハートありがとうございます。ハートありがとう。明日の髪型どうしようかな。ポニーテールもいいけど、せっかくさ髪の毛ね切ったしね。けどこれ踊ったら多分こうなってくるんよ、こんなんなるんよ、こんなんなっちゃうんよ。あとね、ここをね短くしたんですよ。ここいつもここまであったんですけど、そう一時期短くして、それこそトレカ、今公園とかであるトレカの方が
ここの長さでなんかめっちゃ漏れてるなって思ってたんですよ。あ、ここだと思って、そう切りました。バラありがとうございます。まとめるとけど暑いからね、公園ね。そうだからどうせまとめるからいっかっていうのもあって、この長さにしたっていうのもありますよね。どうせまとめちゃうからね。なんかそう長くして、あのいろんなねヘアアレンジ楽しみたいなと思ってたんですけど、あき結局何のヘアアレンジも楽しんでないなと思い、そうけどポニーテールは絶対したいなと思ったの。そうだからポニーテールできる長さにした。しかもこの前までなんか髪の毛傷んでるし、プラス長すぎるし毛が細すぎて、あの習字の筆みたいになってたからさ。そう、でも本当にこれポニーテールできる、できるか、できる長さでって言ったもんね。できるできる、あピーピーって言われた。あ、しかもいい長さ、見てこれでストレート合ってるからいい長さなんですよ。ということで皆さん、このまま、洗濯物を干してからインスタライブを少しだけしたいと思いますので見に来てください。ということで一旦切ります。本当に本当に1週間ありがとうございました。洗濯物を爆速で干してこようと思います。ということでまたね、ありがとう。